ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、お腹すいた。さっきいっぱい食べてたじゃないか。だってお腹すいたんだもん。はあ、じゃあ何が食べたいんだ？あのね、大きなお皿にご飯を、これでも買って、てんこ盛りにするの。そしてトッピングは、唐揚げととんかつとソーセージとエビフライ。その上からカレーのルーをたっぷりかけて食べるのよ。そんなに？まるで大食いタレントみたいだな。今の私だったら、どの大食いタレントさんにも負ける気がしないわ。でもそういえば、最近大食いタレントさんをテレビでお見かけしないね。そうだな。じゃあ今回は、消えた大食いタレントさんを解説してみようか。はい、お願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ねえマリサ、大食いの番組っていつからあったの？大食い企画の元祖は、テレビ東京で1989年から不定期に放送された。全国大食い選手権と言われているぜ。30年以上も前からあったんだ。そして1992年からテレビチャンピオン、全国大食い選手権が始まったんだ。大食い選手権はテレビで見たことあるわ。フードファイターって言ったら、赤坂貴子さんの印象が強いわね。今でこそ、女性の大食いタレントさんってたくさんいるけど、あの頃って女性少なかったから、とっても印象に残ってるの。そうだな。1990年代半ばから活躍していたメンバーは第一世代と呼ばれてるんだ。赤坂さんも？そうだぜ。その後2000年代になって登場した。3分間で12個のハンバーガーを食べて、ギネスに登録された小林武さんや、身長195センチ、体重91キロ、大食い大魔人という異名を持つ、白田信行さん。ジャイアント白田さんね。そしてドクターと呼ばれてた伊手谷幸宏さん。伊手谷さん、そんな人いたっけ？伊手谷さんは、西川博之って名前で出場していたな。ドクター、西川、ああ、知ってる。これらの人たちが第二世代と呼ばれてるぜ。ほうほう。そして2005年以降に出てきた、ギャル曽根こと曽根夏子さん。キング山本と呼ばれた山本拓也さん。魔女の異名を持つ菅原初代さんたちが第三世代だ。ギャル曽根さんと菅原さんの対決見てたわ。それから第四世代は、怪物の異名を持った木下智博さんや、歌手のアンジェラ・アキに風貌が似ているため、アンジェラ・佐藤と呼ばれるようになった。佐藤あやりさん、ロシアン帽をかぶって出演していたことで、ロシアン佐藤と呼ばれるようになった。佐藤ひとみさん。そうそう、佐藤さんが二人いたのよね。第五世代には、萌えあずこと萌えのあずきさんや、マックス鈴木こと鈴木隆正さん、谷あんこと谷崎隆人さん、それから高橋千成さん、大森さなさん、大瀬彩さん、増渕幸代さんもいたな。そうそう、体の小さな女性がいっぱい食べてるから、びっくりしたのを覚えてるわ。第六世代には、腹ペコツインズの小野加子さん、アコさん姉妹。双子さんなのよね。それから、ラスカル荒井こと荒井義人さんに、川ザイルこと川田大志さん。他にも書ききれないほどたくさんの大食いタレントさんが、番組から出てきたんだ。マリサ、そんなにいっぱい大食いタレントさんがいるのに、最近テレビでお見かけしないのはなぜ？そうだな。大食いの真似をして命を落とした人がいたり、大食いをすることに対して不愉快に感じたりする視聴者さんがいて、放送しにくくなったんだ。真似をして命をって、どういうこと？これは2002年に愛知県内の中学校で起きた出来事なんだけど、学生が給食のパンを早食いして、喉に詰まらせてしまったんだぜ。どうして早食いなんてしたの？それが、テレビで放送された大食い番組の真似をして、クラスメイトと早食いの競争をしたそうなんだ。その生徒さんはどうなったの？残念なことにお亡くなりになってしまったぜ。そんな、もともと、食べ物を粗末にしているって批判が多かった大食いバトル関連の番組は、このことがあったため、2002年から2005年まで放送を自粛したんだ。子供って、テレビの真似をしちゃうのよね。ただ、2005年からは、大食い参加条を掲げて、安全で健全な大食いを目指していたようだ。大食い参加条？大食いは健康であれ、危険な早食いは厳禁、食べ物に感謝をだな。なるほど。この先大食いや早食いの真似をした人に、不幸な事故が起きないといいわね。ほんとだな。マリサ、大食いの番組が復活して放送の回数はどうなったの？2005年4月から再開された大食い王決定戦は、2007年から2017年までは、年に4回から6回大食い対決が放送されてる。そんなに放送されてたんだ。ってことは、大食いは人気があったってこと？そうなんだろうな。不快だって思う人がいる反面、大食い対決を見るのが好きって人もいるからな。
でも2018年からは、大食い王決定戦の開催は年に1回ほどになってるぜ。ねえマリサ、テレビの放送回数は減っちゃうし、でも大食いタレントさんは世代が変わって増えていくわ。テレビに出なくなった歴代の大食いタレントさんたちって、何してるんだろう？そりゃあ、第二の人生を歩んでるんじゃないか？例えば、テレビに出てなくても大食いをして収入を得てる人もいるぜ。そうなの？今は誰でも自分を表現して、それをいろんな人たちに見てもらう媒体があるだろ？ YouTube とか TikTok とか？そうそう。誰かと大食いや早食いを競うのは好きじゃないけど、美味しくたくさん食べるのを見るのは好きって人たちに、需要があるみたいなんだ。へえ、そうなんだ。大食いタレントとしてテレビに出演してない人でも、そういう媒体で、大食いを披露してる人はたくさんいるんだぜ。そうだったんだ。それに、第二世代で活躍したジャイアント白田さんは、2007年にフードファイターを引退して、2008年にうどん専門店、白田屋を期間限定でオープンしてる。その後2009年には串カツ専門店、串カツ白田屋をオープンしたんだぜ。へえ、やっぱり食べることが好きだから、飲食店を経営してるのかな？きちんと将来を見据えて、勉強したんだと思うぜ。大食いは一部の特殊な人を除くと、体に負担をかける過酷なものだからな。どうして？いっぱい食べられるんじゃないの？白田さんは、もともと回転寿司で40皿くらい食べていたそうなんだけど、大学生の時、近所の回転寿司屋で、1時間以内に50皿食べたら賞金1万円。って企画をやってたから挑戦したんだ。白田さんだったら楽勝でしょ？ 1 時間で50皿だったら、私だって食べられそうよ。そうか、すごいな。とにかく、霊夢の言う通り白田さんにとっては楽勝な企画だったようだ。その後も大食いの企画をやってる店で挑戦して賞金を稼いでいたら、テレビ局から声がかかって、大食いの番組に出演するようになったんだ。私もいっぱい食べてたら声がかかるかな？声をかけられなくても、番組が始まる前に予選があるから出て勝ち進めばいいだろ？その手があったか。ただ白田さんが言うには、何の対策もしない状態で臨んだ初めての大会で準優勝したものの、度重なる勝負で未知の領域に足を踏み入れた、決勝に上がる頃には胃袋が限界を迎えた。だったそうだ。対策？食べるのに対策が必要なの？白田さんは全盛期に、最大 12.5 キロを胃袋に収めることができたそうだぜ。12.5 キロ、すごいわね。それだけの量を食べるためには、トレーニングが必要なんだ。どんなトレーニング？カレーと水を1対1で流し込んでいくらしい。8キロの胃の場合、カレー4キロと水4リットルを一気に詰め込んで、その重みで胃を広げていくんだぜ。現役の時は、1日1食こうした食トレをやってたんだ。トレーニングを続け輝かしい成績を残した白田さんの年収は、3000万円とも言われてる。年収が3000万円、すごいわねー。だけど白田さんは2007年の、元祖、大食い王決定戦を最後に現役を退いたんだ。どうして？ 12.5 キロも食べられるんだったら最強じゃない。引退にはギャル曽根さんの存在があったようだぜ。それは、ギャル曽根さんに負けちゃったからってこと？そうじゃないみたいだ。白田さんは、さっき話したみたいに厳しいトレーニングを積んで大会に臨んでた。でもギャル曽根さんは、バラエティとして大食いに挑んでる、そう感じたそうだ。バラエティ？フードファイターにとって大食いは、試合や競技と同じ、そういう気持ちでストイックに大食いに取り組んでいたけど、ギャル曽根さんは、試合中にメイクを直すとか、ちょっとバラエティ的なことをやる。って話してたな。それはテレビだから、仕方がないところもあるんじゃないかな。ギャル曽根さんの人気が上がるほどに、大食いに命を懸けられないって、モチベーションを失った白田さんは、やめようって思ったそうなんだ。じゃあ今は、第二の人生で串カツ屋さんのオーナーなのね。それもあるけど、バラエティにも出演してるぞ。そうなの？大食い優勝者なのに、今は食べられないっていじられてるようだ。大食いをしていた人が食べられないって、ギャップがあって可愛く見えちゃうのかもね。ねえマリサ、ギャル曽根さんが理由で白田さんが引退したんでしょ？したな。ギャル曽根さんって、バラエティ的なこともやるけど、たくさん食べてなかった？食べてたと思うぜ。2006年と2007年は大食い王決定戦で優勝して、爆食女王になってるからな。そうよね。ギャル曽根さんって、今もテレビで大食いしてるし、誰にも負けてないわよね。いやいや、負けてるぜ。へ？そうなの？誰に？大食いの魔女と呼ばれた、菅原初代さんだ。2008年、3連覇のかかったギャル曽根さんを下して優勝。そして、その後も驚異的な強さで3連覇を成し遂げたんだぜ。魔女？ギャ
ギャル曽根さんも永遠のライバルとして、名前を挙げてるほどの人なんだ。そうなんだ。3連覇をした2010年には初の、殿堂入りとなったし、それに2021年には、最強大食い女王決定戦でアンジェラ佐藤さんを下し、史上初、4回目の女王の座も勝ち取ってる実力者なんだ。すごい女性なのね。ねえマリサ、菅原さんってとってもスリムな人に見えるけど、菅原さんに限らず、大食いタレントさんってスリムな人が多い印象だぜ。痩せてるのに大食いってすごいと思わない？菅原さんは、大食いの秘訣は数学的な考え方だって話してたな。大食いに数学がどう関係するの？最初の10分で4分の1を食べられたら、40分で食べ終わるかというとそうではない。時間が経つにつれ、10分で食べられる量は徐々に減っていきますが、それはペースが落ちているわけではないんです。ペースが落ちるというのは10分間で食べられる量が減ることではなく、その減り幅が大きくなること。ペースは比例ではなく、微分積分で計算するんです。試合中は頭の中でずっと数字を追っていて、計算通りに食べ進めれば、おのずと勝ちが見えてくる。だそうだ。お腹が減ってるから、菅原さんが何を言ってるのかちょっと理解できないわ。霊夢はお腹減ってなくても理解できないと思うぜ。でもねマリサ、そもそも飲み込んでお腹に入らなかったら負けちゃうのよ。食べられるってことは、やっぱり驚異の胃袋を持ってるってことなのよ。そうなのかもしれない。菅原さんもたくさん食べることができるように、独学でトレーニングをしていたようだ。白田さんの時みたいにカレーと水を1対 1? いや、大会前20キロ近く減量して、皮下脂肪と内臓脂肪を落とすんだ。そうすると胃が広がりやすくなるし、脳が満腹感を感じにくくなるそうだぜ。良い子のみんな。白田さんと菅原さんのトレーニングは、フードファイターや独自のやり方だから、絶対に真似しないようにね。真似したら体壊しちゃうぜ。ところで菅原さんも最近お見かけしないけど、やっぱり第二の人生は YouTuber? YouTube のチャンネルに投稿もしてたけど、大食いの企画やバラエティにも出演してたぜ。それに2016年には、盛岡市内の自宅の一角で、カンパーニュって名前の、自家製天然酵母を使ったパン屋さんをオープンしたぜ。私、パン大好き。だけど、2022年に大腸がんの罹患が判明して、闘病のためにパン店を閉店。その後、2023年3月に59歳でおそらえ旅立ってしまったぜ。そんな、親しかったフードファイターの仲間によると、自身の病気は大食いとは全く関係ないが、関連があるように思われれば、大食い界に迷惑がかかる。って、病気を公表しなかったみたいだな。悲しいわね。菅原さんのご冥福をお祈りいたします。実は霊夢、もう一人お亡くなりになってる大食いタレントさんがいるんだ。そうなの？第5世代に活躍した、高橋千成さん。彼女は2023年7月に、30歳でおそらえ旅立ったんだぜ。30歳？若すぎるわ。高橋千成さんは、神田外語大学に通ってる2016年から、元祖、大食い王決定戦に出場したんだ。大学を卒業後も、大食いタレントとしていろんなテレビ番組に出演してたぜ。2018年には YouTube チャンネルを開設して、大好きなお酒を飲む動画や、大食いの動画を配信してたんだ。ただ2022年5月には、Twitter、X に、もう本当に不眠がひどくて辛すぎ。一週間ろくに寝てない。体調不良の原因。安定剤も眠剤も効かない。しんど。って、体調不良を明かしてた。ご病気だったのかな？そして2022年12月には、腰の圧迫骨折と拒食気味のため入院してたようだ。拒食気味？全員がそうとは限らないんだけど、以前からフードファイターや大食いの選手は、必要な量の食事を食べられないとか、自分ではコントロールできずに食べすぎるとか、一旦飲み込んだ食べ物を、意図的にリバースするなどの病を患ってるって言われてるんだ。そうなんだ。ちょっと待ってマリサ。じゃあテレビで大食いをしてる人たちは、食べた後お手洗いに行って、そういう人もいるってことだな。事実、番組に出てた大食いタレントさんが、怪物級に食べてもガリガリなのは、消化吸収する前に出してしまうから、過食やリバースの量、タイミング、吐き出す技術に長けた、ごく一部の、ベテラン障害者のみが選ばれし、トップフードファイターとして、華やかな世界で活躍できるのです。身体と心の健康を削りながら、食べても太らないなんて幻想。って話してたぜ。じゃあ高橋さんも、そうだったのかもしれないな。それに肝臓の数値も悪かったみたいで、さらに入院生活を続けたようだ。肝機能の指標とされる、ガンマ GTP の値が2700あるって書かれてるぜ。2700って数字は多いの？
ガンマ GTP の基準値を調べてみたところ、計測する期間により多少違ってくるけど、男性が 70UI 以下、女性が 30UI 以下が目安らしい。2700ってむちゃくちゃ高いじゃない。そうだな。ねえマリサ、大食いって肝臓が悪くなるの？食べ過ぎも肝臓に負担がかかるぜ。それに加えて、高橋さんはかなりお酒が好きだったようだからな。そうなんだ。高橋さんの X には不法を知ったファンから、残念だってコメントがたくさん来てたぜ。ファンに愛されてたのね。本当に残念だわ。高橋千成さんのご冥福をお祈りいたします。今回は、消えた大食いタレントさんを解説したぜ。大食いタレントさんって、テレビに出てなくても第二の人生で輝いてたのね。消えたわけじゃなかったな。そして、お亡くなりになった方もいらっしゃるってこともわかったわ。残念だよな。まだまだやりたいことが、いっぱいあったんじゃないかと思うぜ。でもね、たくさん食べるのって悪いことじゃないわ。自分のお腹と相談して、美味しく楽しく食べるようにすればいいのよ。そうだな。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。